おはようございまーす。なお財布変えんのがいいかな、これでね。あきこママのね、あきこママはなんか金運ありそうじゃん、あのおかまね。でしょ、あきこママからもらった商品券でお財布を新調するってね。もうやだ、私何年2丁目でやってると思ってんのよね。20年2丁目でやってんだから、うんなあ、お財布買おう。ねえ、いろいろね、花火用意したんだけど、まずこちら、まあ、こういうのはメジャーだよね。コンビニとかでも売ってんじゃん、スーパーとかでもさ、ペットみたいな。これね、ドラゴンナイツ水曜日のシンデレラっていうね、名前の商品いっぱい入って100本入ってるんだね、これね。線香花火とか大きいやつとか手持ちだね、大体。いろいろ50色変色すると、いろんな色がバージョンがあるとね、ピンク、黄色、黒、赤とかに変色すると、50色分。あとこれね、写真も動画も綺麗に撮ろう、映える花火。スマイルボックスってやつ、インスタとかね、SNS 用の花火。これちょっと気になるよね。写真もバッチリ撮れるってね、思い出の商品みたいな。で、こういうゴミ袋もちゃんとついてると。いっぱい入ってる。線香花火セットみたいなのとかね。なんかちゃんとこうやってくっついてんだね、テープで。一個一個。一個一個ばらしてく？かゆい。蚊に刺される。これが取りづらいんだよね。折れちゃったりとかすんだよね。その剥がすときに。昔子供の時さ、うまーく剥がせなくて折れちゃったりとか失敗してね。これは必ず後ろ側からね、焦らず、後ろのね、このテープを丁寧に剥がしてあげるのよ。これをね、一個一個。横着して真ん中からやると必ず折れちゃうからね、ここの後ろを必ず剥がしてあげると、こうやってね。よくね、お母さんとかが、あ、だからここをこうやってもいいね。こうやって、こういう風に。ね。こうやって切って、こうやるバージョンもあるね。結局、横着してるよね、これね。結局ね、結局剥がすのがめんどくさいね。だからこれ、どんだけ貼ってあんの、これ。もう、セロテープだらけなんだけど。台座のとこ。もう！あ、OK。ナイス。で、画用紙を貼らないとダメだね。一応バッグに。こういうものを用意したんだけど、この位置に画用紙をこうやった方が見やすいんじゃない？わあ、あ、見えるじゃん。全然見える。わあ、すごいすごい。早い早い。早いね。あっという間だわ。あ、これ綺麗ね、色ね。ほら。オレンジ色で。めっちゃ綺麗じゃない？バケツある、バケツ。じゃあこれバケツにちょぼんとね。うわあ、びっくりした。こんな音鳴るのびっくりした。バイブレーションかと思ったん。バイブったよ、今。似合わなくなるんで。わー、キラキラー、綺麗じゃん、ほら。綺麗。キラキラー。煙確かに少ないね。煙が少ないな、これ。綺麗じゃん。昼間でも結構綺麗に見えるでしょ？な、これをさらに裏にやると綺麗に見えるんじゃない？ほら。どう？うわー！こういう感じね。わー、なんかいっぱい出てきた、いっぱい出てきた。これ、わー、すごい！これ煙多いな。なんか噴射すごいね、噴射が。
めっちゃなんか細かいのが噴射されるんだこれ。パープルっす。あ、綺麗これ色。綺麗じゃない？紫色わかるかな？ちょっと一本一本の方が見やすいかね。ほらほらほら。紫色。音がすごいね。パチ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 って。結構音するね。すごいよね。結構寿命短いわ。細かいのが見えないね。色かわいい。うわ、あ、真っ赤。わかる？赤い赤い。なにこれ。しかも形が可愛くない？星みたいな。人手みたいになってる。綺麗ね、これね。え、これいいね。かわいいね、これ。ピンク。はい？はい？なんで？こんなところで来ないですけど。あ、ここ花火 OK なんですけど。中央公園。なんで花火 OK なんですか？危ないよ。危なくないですよ、水が。ここね、ホームページで調べてください。花手持ち花火は OK ですよ。あ、そうですか。まあ、そうなのそうでいいけど、警察来てもらって話。あ、全然いいですよ。あの、ホームページ確認してください。横浜市の公園は手持ち花火は OK なんですよ。なんでこんなとこでやるの？ここ危ないんですか？うん、そこのお家は回るし。どこにお家がある？そこのお家があるの。お家？お家場。ちゃんと水使ってますけど、ここ石の上で。あれ、呼ばないんですか？呼んでください。誰と？ババアっつった？自分じじいじゃん。呼ばないの？あれ、負けた？呼ばないの？あれアンチなの？あれだってここ危なくなくない？石の上だし、水の上でやってんのよ私。だから何も言わずに逃げちゃうんだね、あれでしょ。ただの言いがかりのじじいじゃん、なん老害の。公園でやってもいいし、危なくないようにバケツの上でやってるしね。落ち葉なんて全然ないじゃん、燃えないじゃん。ここただの老害の言いがかりで、ああいうの多いよね今ね。最近端っこでやってるし。ならここのさっきガチャガチャ言ってたようなやつがリアルにもいるってことだよ。公園でどうのこうのとかさ、そういうことでしょ。ネットのやつが出てきちゃったみたいな。だって OK だし、火危なくないところでやってるしって、何がいけないの？あの人がただ言いがかりをつけてるだけじゃん。ね、ああいうのがだって遊具をなくしたりすんで、子供の声がうるさいとかさ、言いがかりつけててね。なんかババアがどうのこうのっつってたじゃん、最後に投げすゼリフで。言ったよね、ババアに言われたくないみたいな。だって警察呼んだって OK な場所でやってるし、なんでもないんでね。それ呼びなさいよ、呼ぶって言って呼ばないじゃん。逃げたじゃん今。ってことはもう自分の非を認めたってことでしょ。うん、ああいうの多いよね。なんか言いがかりに行ってくるんね。自分は子供の頃さんざんに遊んだくせにさ、やりまくったんだの、いろんなマンションで立ちションしたりとか。そうだね。じゃあ次、こちらピンク。あ、かわいい。これもあれかな？人影みたいな。ピンク色だね。赤か。真っ赤だね。結構真っ赤。
綺麗だね。真っ赤真っ赤。ちょっと携帯では見づらいけど真っ赤だね。警察呼びに行った。いや携帯事故って携帯閉まったね。だってさ別に呼ばれても悪いことしてるわけじゃないんで、いいよどうぞって感じ。こっちもそうじゃない、ルール守ってやってんだからさ。ストレス解消に私使わないんだよって感じ。これがピンク色。あ、ピンク色だ。見え、わかんないかな、これ。ピンクっぽい感じ。ピンクっぽいよね。自治会長知ってるし、私。若い人で自治会長。あんなじじいじゃねえよ。な？最近は自治会長若いんだよ。もう変色してんじゃん、緑色みたい。え、なにこれ、あ、変化してる。今ピンク白っぽくなってんねん。おー、変化してる。ちょっと紫色になったね、今。あ、来た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 、緑色になった。見える、これ緑になってんの。今緑色変わったね。じゃあ次最後何色になるんだろう。緑かな。え、これ何色変化してる、これ。これで終わりかな。ちょっと3回、え、つかないな。あ、あー、そういうことね。うわー、これ伝わるかな、画面で。ちょっと細かく出てる感じね、火の出方が。わかるかなー。ちょっとね、細かい感じだね、ほら。ここ見える、これ。ねえ、ちょっとね、細かく飛ぶ感じなのか。うわ、あ、かわいい、この色、なにこれ。ラブリー。かわいい。ラブリー系ね。早っ。ラブリー早。あ、やばい、燃えてる。ちょっと待って、水が足んなくなってきたな。ツバ入れとこうかな。水が足んなくなってきたね。ブルー、うまっ。え、全然火つかないね。え、これブルーなの。あー、ちょっとね、ほんのりね、ほんのりブルーだ。ほんのりね、ここの部分あたりがブルーだね。微妙にね、微妙だけど、すっごい。いきますよー。まずこれピンクかな。ちょっと煙多すぎ、ちょっとやっぱやめよう。これ2本捨てちゃう。緑だね、緑。あ、オレンジに変わった。オレンジから赤。で、また緑に戻ったね。緑、グリーン。で、またオレンジ。またオレンジになって終わり。で、緑と。行く行く行く。うわー、ちょっと意外とすごいね、意外と。これ大丈夫か。大丈夫だね、大丈夫、大丈夫だね。そんなに言うて言うて
にゃーん。あはは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 、出てきた。いやこんな出てくる、これこんな出てきたっけ。いやこんなに出てきたよ、ほら、すごくない、この出方。こんな長かったっけ、昔。すごいよこれ。うわちょっと待って、ちょっとこれはダメだ、ダメだ、ちょっと待ってて、ね、これはダメ。うわぁ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あーよかった、びっくりした、ブーって言ったね。これちょっとダメだね、これね、危険だね、近くでやると。おおおおおお、ちょっと待って、これはまずい、やばいやばい、いえすごいね、これ火事だと思われんな、これこれはまずいな、せーの、なかなか火つかないな、来た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 、え、これが足がパカって開くのかな、もしかして。うわ開いた、あ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 、踊ってる踊ってる踊ってる、あ、おさんが踊ってるの、ほらほら、おさん踊りになってる、かわいいね、これね。ほらほらほら。いいんじゃないの？結構あれ長いね。しかもこれお得ね。めっちゃ長くない？タコさん踊り。もう終わりかな？ OK。せーの。音すごいじゃん。え？結構音。OK、回収。回収しました。もうやめとこやめとこ、怒られるこれ。ダメじゃん、ここで音。ああ、楽しかった。久しぶりに花火。花火って楽しいね。